紋章。紋章、紋章とは、個人及び家計をはじめとして、公的機関、組合、ギルド、軍隊の部隊などの組織及び団体などを識別し、特定する意章または図案である。ここでは、主にヨーロッパを発祥とする紋章について述べる。紋章の定義には、諸説あるが、概ね紋章が持つべき、最低限の要件は、 個人を識別できるよう全く同じ図案の文章が二つ、異常あってはならないことと、代々継承された実績を持つ、世襲的なものである、この二点である。厳密な意味では、文章と呼べる要件を満たしているものは、ヨーロッパと日本にしか存在しない。それ以外のものは、いずれも印と訳される、エンブレムや、インシグニアと呼ばれて区別されるが、しばしば文章と混同される。 紋章の内ヨーロッパを発祥とする西洋の紋章には紋様が描かれた盾、エスカッシャンを中心として様々なアクセサリーが加えられているものも多く、これらの外部要素を含めた全体を紋章と呼ぶこともある。しかし、サポーターをはじめとするアクセサリーは紋章発祥から相当な期間が経過した後になってから追加されるようになったもので、厳密には紋章、コート・オブ・アームズとは、 盾のことだけを指す。紋章を意味する、コートオブアームズの後に武器を意味するアームズという言葉が含まれていることからも、紋章とはもともと戦闘用の盾であったことが伺える。また、その盾の紋様が、サーコートと呼ばれる、ジンバオリやタバードと呼ばれる上着、乗馬の外皮にも描かれたことからコートという言葉が含まれるようになった。他にも紋章は、インジ、シール、 棺や墓像に使われるほか、屋敷、家具や食器などの調度品につけることが広く行われた。全く同じ図案の紋章が二つ以上あっては、ならないのは、冒頭で述べた通りであるが、それは、同時期の同一主権領内に限ったことであり、先代の当主が死去して長男に紋章が相続される。際には、新たな党は、先代のものと全く同じ紋章を用いる。また、国王や、 両主などの主権が及ぶ範囲を超える場合は同一の紋章が存在してもよく、実際に複数の国にまたがって同じ紋章が存在する例は多数ある。個人及び家計を表すものは文家や縁組などで変化していくことがあるが、ある代で突然全く別の紋章に置き換えられたり、兄弟で全く異なる紋章が用いられたりすることはなく、男子女子を問わず、 諸子を含むすべての子孫に、先代の図案が継承されていく。これが紋章が継承された実績であり、一代限りで、使われなくなったものや、初代が用いた、印が二代か三代にわたって用いられず、その後また一代だけ用いられたようなものは、紋章とは呼ばれない。都市や学校、その他の機関、団体、組織の紋章は代替わりすることがなく、継承の実績はないように見えるが、 変更しない限り永続的に用いられるものであるため、紋章とみなされている。なお、王国や帝国の国章の場合は、君主個人の紋章がそのまま用いられるため、時代によって変化することがある。紋章の起源には、数世紀にわたって多くの説が唱えられてきた。その中で、長らく支持されてきたものに、古代ギリシアや古代ローマで用いられた、軍事用や、 家系の印を直接の起源とする説や、起源1000年以前のゲルマンスカンジナビアの中小体系が、紋章の成立に強い影響を与えたとする説、第1回十字軍で、西欧人が中東に遠征した際に、イスラム世界の習慣を参考にしたとする東方季節があった。他にも、多数あったが、多くは16世紀末には否定され、 支持されて残った説も文章学者たちの研究によって19世紀末から20世紀初頭に否定されていった。現在ではヨーロッパの各地で一種の社会現象として次々に発症し、戦場において顎まで及ぶ鎖肩びらと兜で顔を隠した個人を識別する印として縦に文様を描いたことが起源とされる。全ヨーロッパで最古の文章は、 2010年に記録が残っているドイツ貴族のものであるとする説があり、紋章記述を意味するブレーゾンがドイツ語で、ホルンを吹き鳴らすを意味するブーゾーンを語源とし、フランス語で紋章学あるいは紋章を意味するブラゾーンを経由して英語に取り入れられたことは、ドイツの紋章が最も古い歴史を持つということを招集る手がかりとなる。命名に。 個人で好きな文様を描いた盾が先に述べた二つの要件を満たした文章となるのは、11世紀または遅くとも12世紀中頃、あるいは11世紀から12世紀までの150年程度の間の時代とされている。当初、文章は王公が用いるものであったが、後に皇位の貴族が用いるようになり、13世紀中頃までに、さらに海の貴族や、 騎士も用いるようになった。後に、紋章の使用は、市民階級でも、より上流の紳士にも、範囲を広げ、いくつかの国では、商人や一般市民、農民階級にまでも広がった。都市や、騎士団などの団体も、同様の形式のものを紋章として採用するようになった。また、ヨーロッパの国々のみならず、その植民地だった国にも西王人によって持ち込まれて、 国章などに広く使用されている。結果的に、紋章を持ちたい者は誰でも、新たに自分の紋章を創作すれば持つことができたが、領主以外の個人の紋章は大抵、領主の紋章を基本にして、各個人の変化を加えたものであった。しかし、好きに創作できるということは、紋章の原則に反して重複した紋章を多数、生み出すことにもなり、誰が最も歴史ある紋章使用者であるか。 つまり誰が唯一の紋章使用者であるかについて疑が起こることもあった。このような紋章の重複を見つけるために1132年には現れていた紋章館がある特定の区域内に存在する紋章の調査や収集を遅くとも14世紀から始めていたことが判明ている。神聖ローマ帝国では法学者バルトールスがを法体系化し権利保護も行われた。 その後、イギリスの紋章院1484年創設のようなすべての小紋章を管理する公的機関が創設された。このように紋章が全ヨーロッパに急速に普及した特筆すべき理由に1 9 9 6年から1270年にかけて8回1271年から1272年の 物を一回に数えれば九回にわたって実施された十字軍の遠征がまずげられ、第二回十字軍の頃には定着していた。また、十二世紀頃には、大変人気のあった馬上や試合、トーナメントという催し物で個人を明確に識別するために必要とされたことが挙げられる。紋章は、 長い年月に徐々に体系化された文章学と呼ばれる一定の規則や慣例に従って作成され図案を表現するものではあるが幾何学的な定義よりももっぱら文章記述、ブレーゾンと呼ばれる簡潔な因語で書かれて定義されている。戦闘用の盾を含め何らかの媒体に描かれた文章が失われてしまっていたとしても文章記述さえ残っていれば 紋章の図案を復元することができる。西洋の紋章は、幾何学的に正確であることよりも認識性を重視するため、数や方向などの紋章記述の内容や、指示されていなくても守るべきと定められた暗黙の規則や慣例に反しない範囲で紋章を置く際の解釈や描画方法にはかなり自由度がある。つまり、紋章にある図形、主に具象的な対象を表現している。 古文チャージを描く場合に、文章記述の解釈の仕方や暗黙の規則について理解し得る必要はあるが、それを簡略化した幾何学的なデザインで描いたとしても、写真のように写実的なデザインで描いたとしても、それと間違いなく認識できれば、どのように描いても良いという子である。最初の例は、ジャン一世の文章である。縦のフィールドが4分割されており、 1> 第1クォーターと第4クォーターに赤と銀で塗り分けられたボーデュアに囲まれたフランス王家の百合の紋章。第2クォーターと第3クォーターにブルゴーニュ公を示す赤のボーデュアに囲まれた青と金の便利斜め島が組み込まれており中央にフランドル白を示す金字にライオンの紋章を描いたイエスカシシシャンが重ねられている。次の例はイギリス国王の紋章。 すなわち、イギリスの国章である。縦の両側をイングランドを象徴する獅子と、スコットランドを象徴するユニコーンで支えており、縦の上のヘルメットにはクラウンが置かれ、クレストは王冠をいただいたライオンである。縦のフィールドは4分割され、第1クォーターと第4クォーターに、イングランドの国章である赤字に3頭の金の四、第2クォーターに、スコットランドの国章である金字に、 赤のダブルトレッシャーフローリーカウンターフローリーで囲まれた赤のライオン第3クォーターにアイルランドの国章である青地にハープがそれぞれ描かれている最後の例はオーストリア・ハンガリー帝国の国章である第一次世界大戦中に制定されたものであり広大な領土からなる国家を示す複雑な構成となっているオーストリア左とハンガリー右を表す2つの盾と クラウンがあり、それを支えるサポーターはオーストリアを表すグリフォン、上半身が和紙、下半身が子、他方はハンガリーを表す天使であった。縦の中には、ハプスブルク家の相当の和紙の紋章をはじめとして、イストリア、ガリツヤ、ロドメリア、クロアチア、スラボニア、ダルマチア、ボスニア、ヘルセゴビナ、ボヘミアなど多くの構成地域の紋章が組み込まれている。また、 盾の間には、騎士団章、勲章が配置されている。イングランドにおいて現存する最古の紋章は、右に示した安住白ジョフロア四世紀のものとされている。エナメル細工、尻尾のようなものでできた、破壊板には、六頭の金のライオンを散らした青色の、盾と剣を携えた、ジョフロア四世紀の姿が描かれている。この盾は、ジョフロア四世紀の妻であるマティルダの父、 イングランドをヘンリー一世から贈られたものとさている。写真のライオンは赤色に変色しているが、金が長年にわたって参加したものである。ジョフロは四世の子であり、プランタージネット庁を開いたヘンリー二世が紋章を使用したという証拠は残っていないが、さらにその書士である、ソールズベリーク・ウィリアム・ロンゲペイが六頭のライオンの盾を継承しており、死後ロンゲペイの娘、 アディラにも継承されている。ヘンリー二世で1台飛んでしまったが、これが3代にわたる紋章継承の実績となり、ウィリアム・ロンゲペーがイングランドにおける最初の紋章使用者とされている。サクソン朝のエドワード賞受け王のものとされる盾に描かれたシシは、青地に、クロス、十字の周りに五羽の鳥、おそらく鳩であろうと考えられているが描かれたものであった。 これを一世紀以上も後になってからリチャード二世がその紋章に組み込んでいたが、赤し受け王がその印を用いていたという証拠はなく、相当に時代が飛んでいることから、この盾は紋章とはみなされていない。日本で紋章にあたるものは特に家紋と呼ばれる。家紋は個人を識別するものというよりは家族を識別するものであり、縁組では図案は変化せず、一家族だけでなく、 家系全体で同一のものを用いる。文家の場合は本家の家紋に若干の違いをつけて区別する。また、廃稜紋や家蔵紋という形で家紋そのものが変化することがあるが、全体としては非常に稀である。西洋の紋章に描かれるアクセサリーの一つのクレストは家族全員で同じものを使うことがあり、家紋とよく似ているため、英語では外来語としての カモや紋のの他にジャパニーズクレストやファミリークレストなどと呼ばれることがある。全く同じカモを別の家系が用いることがないのは西洋の紋章と同様である。西洋の紋章が紋章記述という文章でその図案が定められるのに対してカモは緻密な幾何学的文様として図案が定められいる。そのためほんのわずかでも図案に 違いがあれば異なる家紋と捉えられるという点が、描画に比較的自由度のある西洋の紋章と異なる。このような定義方法の違いから、一見では全く同じ家紋のように見えても、家紋の名称も、家紋を用いる家系も異なるということがある。とはいえ、西洋の紋章のように家紋を厳格に管理、統括する期間はなく、現代に至るまで、 家紋の制度が法的に保護された公的な制度としては、定着していない点が日本において何を紋章とするかの義付けを困難にしていると言える。このように継承の実績があり、家計が異なれば家紋も異なることから、日本の家紋も紋章の一種と捉えることができる。西洋の紋章とはいくつかの共通点があり、どちらも十一世紀頃に発祥したものではあるものの、お互いに、 全く影響し合っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。